けどさ、こういうの試したいんだ。録音してみたから聞いてみて。うん、いいと思う。しっかり音も目立ちそうだし。いいじゃん。ソロをこれで行くならこっちのギターもちょっと変えたいかも。やーりー、次のスタジオでやってみよう。そうだね、できることは全部やってみよう。それくらいじゃないと曲を作り直す意味がないもん。いや、鬼のようにつぐってるね。でもそういうの嫌いじゃないよ。とりあえずメロディーに関しては少し形が見えたってとこだね。問題はあっちの2人だけど。なあひまり、B メロのとこなんだけどさ。うん、私もきっと同じことを思ってるだけど、でもここアレンジするの超難しくない？だよな、下手に変えると雰囲気まで変わりそうだし。どうすればいいの？リズム隊絶賛お悩み中って感じだね。新生リーダーもう頭抱えてるじゃん。もうみんなも見てないで助けて。あ、もしかしたらなんとかなるかも。セッションの時マヤ先輩が言ってたんだけど。なるほどな、さすがマヤ先輩だ。つぐ神様、今日もお勤めご苦労様です。わあ、ありがとう。つぐ、絶対いいフレーズにするから。うん、頑張ってね。ひまりとともえもなんとかなりそう？なりそう。次のスタジオは期待してて。歌詞の方はどんな感じだ？私たちも一旦落ち着いたし手伝うぞ。これからってとこ、手伝ってくれるなら助かるよ。でもさ、曲はいい感じになりそうなんだし、歌詞まで変えることもないんじゃない？ううん、最初に書いた時と今とじゃ感じてることも違うはずだから、私としては変えたいんだ。そっかそっか、ランがそう言うなら付き合ってあげましょう。嫌なら別にいいんだけど。ひー、嘘です。ぜひやらせてください。それじゃあみんなで考えよっか。よし来た、今のみんなの気持ちを言葉にするんだよな。すごいライブを見て、私たちもライブして思ったようにできなくてモヤモヤしたけど、みんな同じで、これも超難しくない？ひーちゃん、さすがにそのまんまは歌詞にならないよ。うん、わかってるってば。今のはちょっと整理してただけ。笑わないでよ。ううん、違うって。ひまりのことじゃなくてさ、前にもこんなことあったなって。つなぐ空模様を作った時かな。確かにあの時も私たち屋上に集まって歌詞を作ってたね。ありましたな、そんなこと。なんかかなり昔な気もするよな。つなぐ空模様を歌うときは、それができるまでにあったことを思い出すんだ。うん、あの曲だけじゃないね。作った曲は全部、演奏するときにいろんな景色が溢れてくる。わかる。一曲一曲に思い出が詰まってるって感じだもん。きっと今作ってるこの曲も、歌うときはいろいろ思い出すんだろうね。みんなそれぞれ悩んだこと、最高のライブをやるって決めたこと、こうして曲を作り直したこと。
そう考えるとアフターグローの曲ってタイムカプセルみたいだよね。おお、これまたエモいこと言うね。でも確かにそうだよな。私たちの曲はライやみんなが感じたことを歌詞にして歌ってるんだし。ってことは今の燃えてる私たちの気持ちもいつでも思い出せるってことだね。まあそうなるね。これからのアフターグローはきっといろんな挑戦をすることになると思う。迷うかもしれないし、つまずくかもしれない。でもそんな時も5人がいて、この曲があればいつだって熱くなれる。私たちの決意をこの曲に刻んでいこうよ。もちろんみんなでね。これも視聴できるのかな。あれ、なんちゃん。あ、マリナさん、こんにちは。こんにちは。ランちゃんはお買い物かな。はい、これまで聞いてこなかったジャンルにも手を出してみようと思って。お、それはいいことだね。きっと新しい刺激が得られると思うよ。ですよね。私もそういう新しいものが欲しいんです。ん？どういうこと？フューチャーワールドフェスの後、湊さんが言ってたことなんですけど、私たちやポピパ、それだけじゃなくて他にもいろんなバンドとの出会いで得たものがあった。そのおかげでロゼリアはあのステージに立てたんだって。そうなんだ。ガールズバンドパーティーの企画者としてその言葉は嬉しいな。私も感謝してますよ。それで私ももう少しいろんなバンドを知ろうかなって。音楽を聴くことからも得られるものってあるはずなんで。なるほどね。ゆきなちゃんに影響されたってわけだ。正直湊さんのやり方を真似するみたいで複雑ですけど、でもそれくらいあの時のライブの衝撃がすごくて、今まで見たことないような本当に圧倒されるライブでした。うんうん、みんなそう言ってるよね。まあ今でこそこうやって話せますけど、自分たちの演奏にないものが確かにあって、本当に悔しかったです。やっぱりロゼリアってすごいなって思いました。今の自分たちじゃまだあんなライブはできなくて、でも自分たちが負けてるとも思いたくなくて、誰にも言えずにただずっと一人で練習してました。今思えばきっと他のみんなもそうだったんだと思います。そっか、だからあの日ランちゃんたちはそれぞれ個人練に入ってたんだね。そうですね。我ながらダサかったですけど、そんな私をひまりが引っ張り出してくれて、つぐみの前向きな気持ちで負けてるとかじゃないって分かって、アフターグローもあの時のロゼリアを超える最高のライブをやってやろうって決めました。今のランちゃん楽しそうな顔してるね。そうですか。まあでもそうかもしれないです。これまでにない挑戦っていうか、大きな目標ができて、私もみんなもすごく熱くなってて、このままいけばどうなるんだろう、何を刻めるんだろうってワクワクしてます。いいね、やる気十分って感じ。これからのアフターグローを楽しみにしてるね。はい、絶対最高のライブ見せますから。